こんにちは、りょうです。それでは今日もお金の勉強していきましょう。えー、今日はね、学士保険についてですね、生命保険の中のね、学士保険の見直しについてですね、えー、これについて、えー、追加で解説したいと思います。えー、用途と特徴ですね、学士保険。のまあ、これについてね、学資保険に話すといろいろ、まあ、賛否両論、いろんな意味で、まあ、湧くんで <laughs>、え話するのもあれなんですけど、まあ、すごくね、あの、入ってる人多いんで、 えこれについて追加で解説したいと思います。えー、用途と特徴ですね。学資保険の。えー、子供の教育資金を準備するための貯蓄型の保険ですね。だから、大学などの入学資金とか学費ですね。えー、それから、親が死亡した場合、それ以降の保険料の支払いが不要と、こういう用途と特徴がある保険ですね。だから、子供が、まあ、生まれたら学資保険に入って18年間ぐらい、まあ、積み立てるんですよね。大体。で、まあ、大学生ぐらいになった時に、まあ、大体帰ってくると。まあ、一括で帰ってきたり、年々帰ってきたり、いろいろですけど、 で、まあ、その金額を、えー、入学資金とか学費に充てるんですよね。で、ちょっとだけまあ増えて帰ってくるっていうイメージが結構ある人も多いと思うんですけどね。それから途中で親が死亡した場合に、えー、それ以降の保険料の支払いが不要なんですよね。仮に毎月1万5千円とかね、あの積み立ててたとすると、親が死亡した場合、えー、3年目でね、子供が3歳の時に亡くなっちゃったとしたら、残りの15年間の,、ね、あの保険料の支払いが不要になると、えー、いうことですね。で、結論から言いますと、学習保険ね。 学習保険ね、本当にね、もういらないです、学習保険はもう不要ですね。基本的には今まで解説した貯蓄性のある生命保険とね、同じですと。学習保険も基本的には生命保険の中に分類されるものなんで、基本的には今まで解説した生命保険についてと同じですね。保険は大きく医療保険と生命保険と損害保険とね、大カテゴリーでいうとそのぐらいの中にどれかに分類されるんで。で、 えー、って言っても、学習保険不要って、まあ、生命保険自体がほとんど不要だっていうことを言ってるんで、あのっていうとね、まあ、みんなの心の声で、学習保険はいるでしょうとか、まあ、貯金より増えるからいいじゃないとか、子供が増えたら学習保険じゃないんですかとか、今、あとこれですよね、いらないのは分かったんだけど、今解約したら損だっていうね、えー、人が多いんで、まあ、これについて、いろいろ理由とともに、ね、解説していきたいと思います、学習保険ね。えー、理由を解説。い、えー、らない理由ですよね、要は。 まず元本は1元本は安全じゃないんですよね。えー、保険だったら元本は安全だって、ねあのー、思ってる人いると思うんですけど元本は安全ではないですねあの。保険会社は倒産する可能性があるんですね、えー。実際過去にも8社も倒産してるんですよね。1997年から2008年にかけてですけどで倒産した場合どうなるのかっていうと返してもらえるお金は減る可能性が高いんですね。あのー、保険は絶対安全ではないですよと。 で学習保険は子供が生まれてから18年間ぐらい基本的には積み立てるんですよね。まあ、もちろんもっと早く払い込みしたりもするんですけどもらえるまでには18年間かかると、ねで。18年後保険会社が潰れてる可能性っていうのはわからないですよね。高いわけではないにせよ必ずではないんでねで、えー。預貯金みたいな保護はないんですよ。あの預貯金の場合は あの1000万円プラスね、利息まで。預貯金の場合は1000万円までは銀行に預けといても、プラス利息までは預金、保険制度っていうのまで守られてるんですよね。だから、元本は必ず銀行が倒産したとしても、預貯金っていうのは必ず戻ってくるんですけど、こういう保護は保険にはないんでね。で、責任、保険会社の人とか、責任準備金があるから大丈夫ですって言ってね、ちゃんと積み立ててるんで大丈夫ですよみたいなね、横に置けてるんで大丈夫ですよみたいなことを言うと思うんですけど、必ずそうとは言えなくて、 あの責任準備金っていうのは保険会社があの積み立ててるお金ですね。まあ、保険会社が潰れても責任準備金があるから大丈夫って言われるんですけど、金額の決め方っていうのはね、この責任準備金、かなり計算式がまあ複雑なんですよね。で、責任準備金ノットイコール満期保険金と、要は責任準備金っていうのは確かに貯めてあるんだけど、イコール満期保険金の分ね、貯まってるんじゃないんだよと。つまりあの満期保険金の あの9割より少ないい可能性が高いんですよねだから自分が思ってる金額よりも少なくなる可能性の方が高いよってことですね要はねで次にまあそれが1つ目の理由元本安全ではないとで次に2番目の理由としては途中解約による元本割れリスクですね途中解約あの保険を途中で解約した場合18年間の中で戻ってくるお金っていうのは払った保険,よ保険料よりほとんど少なくなるんですねで 解約のの経験率っていうのは11と要は、学資保険を契約した中で、1割以上の人が解約してるんですよ、途中で。まあ、いろんな事情はあると思うんですけどね。で、この場合に損するんですよっていう話ですよね。じゃあ、あ解約しなかったらいいじゃないかって言うんですけど、18年間とかの中で結構何が起こるか分かんないんでねあの、えー、貯金とかの場合だったら全然、いつ、まあ、解約じゃないんでね、いつ引き出しても損はしないんですけど。 保険の場合はね途中で解約するとあの元本割れを起こすんでねそこのリスクもあるんですよと18年間資金が拘束されるんですよってことですねで満期時の元本割れリスク18年間あの貯めて満期になったとしてもあの一生懸命18年間積み立てたのに積み立てた金額よりも少なくなるっていうリスクがあるんですよねこれあんまりあの知らない方とかも いいるかもしれないんですけど積み立てた金額より少なくなってるってこともあるんですよ。あの裁判でね、争ってる事例とかもねあの、あってね。まあ、そういうこともありえると。で、以上の1から3までの結論を、えー、言うと、えー、貯金プラス利息の圧勝と。安全に貯めたいのに安全に貯まらないんですよね、学士保険って。だから、それだったら普通に貯金しといた方がいいですよってことですね。って言うと、 あのこの辺の辺に入っていくんですよねあの利回りのことをねいや、学習保険だったら増えるじゃないかっていう人もいるんですけどあの利回りがね、極端に低いんですよ保険っていうのはいつも言うんですけどねあの保険は保険、投資は投資ちゃんと分けて考えないとダメですよとあの利回りが極端に低いんですよ学習保険中身はあの高い手数料の投資信託買ってるのと一緒なんですよねちょっとあの利回りっていうものについて見ていきますね普通預金の場合だったら 0.01から0.1%ぐらいなんですよね。1年間預けて銀行に。まあ、ほとんど増えないっていうことですね。で、定期預金、5年もののね、定期預金の場合だったら0.1から0.3%ぐらいのものもあるんですよね。で、学資保険の場合の、じゃあ利回りってどのぐらいだと思いますどのぐらい増えるか。これね、マイナスから0.48%ぐらいなんですよ。これ、 すすごくないですかマイナスからですよ。マイナスから0.48%ですよ。これね、学習保険の利回りのイメージなんですけどね。まあいろんな学習保険あるんですけど、トップの方の、あのー、率出してる、えー、学習保険でもそれですからね。で、元本割れしてる商品もあると、一番利回りのいい保険だったら、ほら、ここですよね。6.7%増えてるじゃないかと、返礼率ね。えー、6.7%増えてるじゃないって。 言う人ね、これ多分見せられると思うんですよ。あの18年後の返礼率10、106%みたいなね、見せられる人とかも、あのいろんな保険であると思うんですけど、これ保険全般ね。一番利回りのいい保険だったら6.7%のように思うんですけど、これは、年利、ここ大事ですよ、年利じゃなくて18年間でですからね、18年間でたったの6.7%しか増えないんですよ。年利で計算し直したら0.48%ですよ。定期預金でよくないかと。 ほとんど提供金と変わらないような、あの、利率ですよね。で、その上で資金拘束がたくさんつくわけですよ。あの、いろんな条件が、さっき言ったみたいないろんなデメリットがたくさんついて回って、たったの0.1%ほどしか増えないと。全然利回りでね、魅力じゃないですよね。で、その他の運用商品も見てみたいですね。ついでにね。こんな感じなんですけどね。あの、他の運用商品。 まあ、いろいろあるんですけどね。こっちの方が大きいですかね。日本国債とかね。日本株式とか先進国の国債とか、まあ、いろいろあるんですけど、18年間、まあ、学習保険だったら毎月1.3万円ぐらいね、積み立ててる人が多いと思うんで、えー、18年間で仮に毎月1万3千円ずつ積み立てしたとすると。ね。学習保険の場合だったら万、281万円支払って18年間でね、えー、300万円の受け取りになると。つまり19万円増えるんですよね。18年間で学習保険の場合。で、 利回りが仮に6%っていうのであの運用できた場合、いくらになるか、同じ281万円積み立てていくらになるか、281万円支払って503万円の受け取りになるんですよね。つまり222万円増えると、利回り6%で、ね、ずっと運用できたら222万円増えるんですよ。学習保険の場合、19万円しか増えないんですよね。で もしくは先進国の株式を15万円だけ281万円も元本積み立てずに15万円だけ買っておくんですよね最初にね15万円だけ買ってずっと18年間放置しておくと、えー、15万円が40万円になるんですねつまり25万円増えるとこれでも株式保険より増えるんですよねまあもちろんねあ,のあくまで買わざるようなんで 途中でどうなるかっていうのは分からないんですけど、まあ、過去のずっとあの他の動画でも話をしていってるんですけど、えー、先進国株式っていうのを買ってるだけでもね、年間の平均利回りっていうのは6%っていうのは、あの全然実現してきてる、過去の事例でも実際に達成してきてる現実的な数値なんでね。なんで、この、えー、あまりにもこの利回りが極端に低いっていう4の結論については、えー、自分で運用した方がいいと。保険会社に任せず自分で運用した方がいいってことですね。 えー、それから、まあちょっと、紹介者に注意してくださいねと。えー、紹介者、ま代理店ですよね。あの、ネットで調べたりとかしても、保険を勧める記事とかがね、結構多いと思うんですよ。これ、なんでかっていうと、紹介者が儲かるからなんですよね。保険ってね、紹介すると結構儲かるんですよ。あの、アフィリエイトでも、すごく、一人を紹介するたびにね、すごく何万円も高額の報酬をもらえるんですよね。これ、なんで高額の報酬をもらえるかってことなんですよ。どこからお金は出てるのかってことを考えないとダメなんですね。 でだからやっぱり進めますよね。自分が紹介する立場でたくさんお金をもらえるんだったら悪いこと言ったら売れないじゃないですか。だからわざわざデメリットは言わないんであのいろんな書き方してますけどネットで調べて保険進める記事が多い理由っていうのはやっぱりそういうところがあるんですよ。やっぱり一つの理由としてね。それから駅前とか結構歩いてても保険の何々とか街中でも結構ないですか保険の何々無料で紹介みたいなね。あの保険についての、えー、紹介の窓口みたいなあるじゃないですか。 なんかそう、いろんな保険度なんとかとか、いっぱいいろんな名前はありますけどね。何とは言わないですけど。これなんで多いかって、これも儲かるからですよ。あの、相談に来た人のことなんで考えてないですからね。あの、乗り換えは、これはあんまり良くないですねって、乗り換えをなんだかんだ言いながら、乗り換えを進められて、結局いろんなものをオプションで付けられて、あの、高額の保険入れられるのがオチなんでね。あの、基本的には、基本的にはというかもう、行ってもしょうがないですよ。こういう系のところにね。あの、全然いいことないんで。え、で、 僕自身、保険の広告の依頼って、こうお金の話とかしてると、保険の広告の依頼って結構来るんですよ。ちょくちょく数社ぐらいから。例えばね、あの、保険ね、紹介するしてくれるだけで、毎月数百万ぐらいは固定で払いますっていう人とかもね、あの、いう人という会社とかもね、やっぱあるんですけどね、断ってるんですよね。やっぱり、本当にこう友達とか親とかに勧めれるっていうものしかやっぱり勧めたくないなってのがあるんで、まあ断ってるんですけど。っていうと、まあ、えー、いろんな話をしたんですけど、質問と回答ですよね。 あの多分いろいろ出てくると思うんですよ自分で保険会社と同じような資産運用ができるかなとこれもよく聞くんですよね自分でねあの自分でやった方がいいのは分かったけどそんな保険会社と同じようにそんなうまく、えー、投資できないよっていう人いるんですけど、えー、これについての回答は、まあ、スタバでねコーヒー買うぐらい簡単にはできるんじゃないかとあの新宿駅で乗り換えする方が難しいですねあの 動画の続きをね、まあ、たくさん配信してるんで、見ていってもらったらすべて解説してますね。まあ、時間がないっていう方は株式投資編から見てもらったらいいんですけど、まあ、願わくばね、いろいろ初心者編のところから見てもらったらいいなと思います。全部解説してるんでね。で、えー、保険ね、保険だったら払ったお金より多く返ってくるからいいんじゃないかってね、あのー、言う人いるんですけど、もう解説した通りですね、あのー、確かに増える可能性もあるんですけど、リスクとリターンが合ってないんですよね。 あの保険でで増やすすんだったら他のの投資の方がいいわけですよ例えばアメリカ全体を買うとか世界全体を買う投資信託っていうのを持っとくだけでね20年間持ち続けたら基本的にどのタイミングで買ってもプラスリターンになるんだよと、ね、アメリカはあの特に20年間ですけどねで株式投資編でまあこの辺も解説してるんで見てくださいとでいざっていう時にじゃあ保険だったら保証もあるじゃないかっていうことなんですけどいざっていう時の保証って言ったってあの死亡した場合に残りの保険料の支払いが不要になるだけの話なんですよね 18年間で281万円、まあ、だいたい払うわけですよ。で、途中で、えー、払い出して、仮に10年後に死亡すると。ね、えー、北角証券入って10年後に死亡しちゃったと。そうすると、156万円払い込んでるんですね。もう払い済みだと。残ってる残金の125万円が免除になるだけなんですよね。ね、あのー、たったこれだけなんですよ。だからあの、要は入ってすぐ死亡したって300万もらうだけの保険なんで、全然ね、 あのかけ捨ての生命保険でいいじゃないかと次、あのー。死亡した場合に300万円もらうだけの保険だったらね、年齢とかにもよるんですけど、月数百円とか払うだけで、かけ捨ての生命保険だけで300万ぐらい、ね、受け取れるんで、これでいいじゃないかってことなんですよね。だから、まあ、学資保険の保証って一応ついてるんですけど、まあ、全然合わない保証ですよね。それから、損はしないっていうね、あのこれも解説した通りですね。 保険会社が倒産するリスクとか途中解約の元本割れリスクとかね18年間毎月ずっと払い続けていくわけなんでこのリスクもありますよねそれから金利上昇リスクっていうのもあって、えー、自分が契約した学習保険の利回りよりも預貯金の利回りの方が高くなることもあるんですよねまあ要は現在は学習保険が0.45%の年利で増えますよと定期の場合だったら0.3%で増えますよとこれが未来にこの金利っていうのは常に変動するんで未来に 例えば、学習保険は0.45%ね。契約した当時のままなんで0.45%。で、定期預金、あの金利が上がって1%になったと。リスクも高いのに、学習保険の方がリターンが低いっていうことがあり得るんですよね。可能性としては。これで納得できるかみたいなね。なんで、こうなった時ね。なんで、金利上昇リスクっていうのもありますよと。で、まあも、も投資にはリスクがあるじゃないかってね。言う人もいるんですけど、投資にはリスクがあると。解説してきた通り、保険にもリスクがあるんですよ。 保険会社もみんなから預かったお金を投資に回して儲けてるんですよ。ここはあのだから非常に割高な手数料の投資信託なんですね。まあ、そういう事実を知っておくっていうのが大事だと。結局保険会社も間に入ってあのお金預かってますけど、投資に回してるんですよ。 だから、わざわざ、結局投資に回して増えてるんだから、わざわざ高い手数料取らなくて、取られるようなところに回さなくて、渡さなくていいじゃないかって、そういうことなんですよね。ずっと保険のことで言ってきてますけど。で、保険は強制貯蓄できるっていうね、言う人もいるんですけどね。保険の場合はもう、あの、引きみたいなもんだと、まあ、勝手に一回入ったら勝手にお金の管理ができないから、毎月ずっとね、あの強制的に貯蓄してくれるからいいんだっていう人もいるんですけど、 あのそれだったら給料点引きのね、えー、財形貯蓄っていうのを使う方がいいですね。これだったら元本割れしないですし、あの銀行倒産したと銀行が倒産した時も全額保証されると。しかもいつ解約してももちろん OK と。強制貯蓄だっていうんだったらこれでいいんじゃないですかっていうことですね。で あの学習保険は保険会社の儲けがあまりないと。だからいい商品なんだってね。別に保険、学習保険打ったことによって保険会社は儲けてないんだとそんなに。だからそれだけいい商品なんだって言ってね、あの言う人もいるんですけど、えー、典型的なね、これドアノック商品って言って、あのまあ、売り込みやすいというか、子供が生まれたら学習保険っていうね、まあ、思い込みを利用してあの、最初の入り口にするんですよね、要は。 あの、子供をこう大事に思う心ってのはみんな一緒だと思うんですけど、あの、そういう心につけ込んだ非常にこう中途半端な商品なんですよね。さらに、あの、粗悪な商品への入り口だと。あの、全く意味のないようは保険への入り口にされるってことですね。あの、学習保険をきっかけに外交員の人がね、お客さんとこう会うきっかけを作るんですよね。えー、学習ぐらい入っとこうかな、みたいなってやると、一回買うとね、人間って言って買いやすいんですよ。一つ目か、あの、買ってもらうのがすごい大変。でも、一個目買ってもらったら二個目買ってもらうの簡単なんですよ。 まあだから、あの、ワンルームのマンションとかね、悪い業者とかでも1個目だけあの何とか買わせたら欲しいと2つ目ポンポンって買ってくれるんですよね。まあ人間って心理的にそうなっているんですけど、だからそうやって畳みかけてくるんで、まあそういう心理をうまく利用してね、あの、学習保険以外にもたくさん加入してもらうためのものですね。だから、最近の学習保険、1回学習保険に一応入っておいてもらって、でも最近の学習保険は利回り低いからこっちの商品おすすめですとかね、あの外科建ての保険とか年金保険とかね、あの、就業、 あの保証とかね、保険とかいろんなものいらない保険っていうのをどんどん売りつけていくんですよね。だからそういうことに使われるんで、まあ全くどっちにしても商品単体で見ても全く意味がないと。やし、その後結局何か売りつけられる可能性が高い。で、それからここですね。すでに契約してしまっていると。こういう人ですね。だから損したくないんですよね。基本的にはね、解約を推奨って、もちろん最終的には自己判断ですよ。でも、基本的には解約を推奨してますね。 まずは、解約の返礼金っていうのを確認してほしいと。いくら損するのか、あと何年払い込まないといけないのか、どれだけ期間残ってるのかって、ちゃんとあの契約した時の保険の書類でね、必ず載ってるんで、あのそれをちゃんと見てください。手も取りなかったらね、取り寄せてください。あの保険会社に確認取ってね。で、えー、例えば、年、あの、学習保険に入って3年経って解約すると、えー、仮にですよ、この数字は仮の数字ですけど、46万円払ってましたと。 まあちょっと中途半端な数字なんですけど、3年経って解約すると3年で46万円払ってたとしましょうと。で、解約した場合36万円返ってくる。ね。そうすると10万円損しちゃうんですよね。この10万円損するのがすごく嫌なんですよね。みんなやっぱり人間誰でも損するのは嫌なんで。人間って心理的にね、損した時の方が3倍しんどいみたいですね。あの、1万円損、1万円損するのと3万円得するのがまあ心理的な、あれで言うと一緒ぐらいっていうかね。あの、 1>, 1万円の損を取り戻すための心のこう回復には3万円ぐらい得しないといけないみたいな、まあそんな感じらしいですけど。えー、で、人間っていうのは損したくないんですよ、やっぱり誰でもね。でも、この保険っていうのはね、あの契約してしまった段階でほぼほぼね、やっぱり損しちゃうんですよね。損しちゃう。損したくないって言ってやっぱしがみつくっていうのはね、やっぱ思うつぼになっちゃうんですよね。どうすればいいかっていうことなんですよ。じゃあ、どうすればいいか。結局ね、 あのじゃあ解約しなかったら損しないからいいじゃないかって言うんですけどそうじゃなくてあの10万円仮にそれで損しちゃっても返ってくるもう少し大きな目で見てくれとあの返ってくる36万円をあの投資に回すね仮に先進国の株式にもしも回したとしたらあの利回りが6%でも86万円になるんですよね50万円増えるわけですよ。 あの10万円ここで損したかもしれないけど、帰ってきた36万円をあの投資に回して18年間ね、残りの15年間、置いておくだけでも、50万円増えるんですよね。利回り6%で。もしくは株式なんてどうなるかわからないじゃないかってね、安全じゃないって。そうすると債券とかでね、利回り3%とかで回したとしても、56万円になって結局20万円増えるんですよね。トータルで要は、 考えましょううっていうことなんですよ目先の10万円にしがみついてはいけないんですよと数字で考えるまあ損切りっていう考え方なんですけどね仮に、えー、10万円損したとしても残りのやっぱり年数とその機械損失っていうのがあるんですよねその資金が拘束されてしまってるんで結局ずっと残りの期間も利回りの悪いもの商品でずっと契約し続けないといけないというのは非常にもったいないんですよねだからあーのーやっぱり そこは多少損してでもやっぱりトータルでどっちがいいかっていうのはよく判断してほしいですね。で、もうすでにね、16年とか仮にですよ、あの契約してからと当たってあと2年でもう満期を迎えるっていうんだったらもう別にそのままでいいと思いますね。あの、解約して、じゃあその場合でも解約して、えー、投資に回したらいいんじゃないかっていう人もいるんですけど、それはまあケースバイケースですね。あの投資っていうのも短期で見たら、長期で見ると、あの基本的には、 え増えやすいほとんどの場合で損はしないんですけどやっぱり短期で見るとね増えたあの減ったりもするんでねあの短期で投資に回すと損するリスクもやっぱ高くなっちゃうんで、えー、その辺はまああんまりしない方がいいかな、まあ、今後はねこういった商品は買わないようにするっていうのがもう積み立てた人だったらしっかり勉強してね、まあ、あのしてもらえたらいいんじゃないかなと思います、えー、まとめを話したいんですけど、えー、そもそも論でね目的をやっぱ考えてほしいんですよそもそも論これすごいやっぱ保険でも何でも大事で えー、いろんな話言ってちょっと分かりにくかったかもしれないんですけどそもそも論で考えた場合教育資金を貯めるんですよねみんな学士保険に入るのはあの教育資金を貯める体から入るものですよね目的って学士保険をどれがいいかなあれがいいかなって悩むっていうのはもう気を見て森を見ずの状態なんですよ教育資金を貯めるんだから家計全体を見直すっていうことが大事なんですよねあの 固定費を減らすって、この3つの方が大事で、固定費を減らす、今より収入を増やすと。で、教育資金を貯金しながら投資をすると。ね、固定費を減らすってのはずっと話してきてますよね。通信費とか、保険自体を減らす、車とか家賃とかね、いろいろありますよと。それから、家賃、あの、収入を増やすってことですね。で、教育資金を貯金、ちゃんとね、1と2をやって、教育資金を貯金しながら同時並行で投資をすると。 それこ,のこれがまあ当たり前の話なんですよね。結局、貯金をするわけなんだから、この1,2,3がすごく大事なんですよ。で、えー、必要な保険っていうのはあの、他の動画でも話をしてるんですけど、基本的にこれだけですね。掛、えー、け捨ての生命保険と、えー、自動車保険と火災保険と。それに掛け捨ての生命保険っていうのは家庭持ちの場合しかね、あのいらないですよ。と家庭持ちって言うと子供がね、いる場合ですよね。 でまあこの掛け捨ての生命保険も障害年金とかもあるんでね、あの場合によっては不要かなと思いますね。えー、それでからまあ自動車保険ね、この車両保険っいうのは不要ですよと。で、まあ火災保険。で、まあその他ね、あの自転車保険とかうまくつけといてもいいかもしれないですけど、まあ家族のとかについていることも多いんで、まあこの辺はちょっとまた各自確認してほしいかなと。まあ、結局、必要な保険最低限入っても全部足してもね、あの月々1万円いかないぐらいなんですよね。保険っていうのは、万全に、 あの取得もんじゃなくて極力無駄な保険には入らないっていう感覚がやっぱ大事なんですね。で、えー、この学習保険についてはやっぱり入ってる人も多いんで、えー、動画の説明のね、ところにブログへの記事もリンクも貼ってあるんで、えー、学習保険についてのブログ記事ね、あのー、リベダイで書いてるんでね、ちょっと見,た見直してほしいなと思います。えー、お金の知識を身につけるってこともね、あのー、すごく大事ですよ。あのー、ずっと言ってるみたいに知識武装しないとやっぱりかもられるんでね、い、あ、ろ、のー、んな 損するやっぱりこう世の中の常識と思われていることが実は常識ではないっていうねあの損してるだけっていうことがもうたくさんあるんでね、えー、今後も共に学んでいきたいと思います、えー、動画がいいなと思ったらね高評価とか、えー、特にこの保険のこととかはねあの人に教えてもらえたりとかすると嬉しいです、えー、今日もありがとうございました